用途も多いやつですよね。うん、やっぱり一番多いのシャボシャボとかですね。直接あの総務省から電話ですか？電話とかで、はい、ちょっと待ってください。はい。やめませんね、あれは。何がやめなのかも分かりませんし。どこの自治体とは言わないけれども、守ってるとかっていう時に実際見たら我々お肉の値段が分かるじゃないですか。はい、守ってきてね、いっぱいあるんですよ。でも守ってるっていうのが状態がすごい。どない見てもこんなもん。まあ、そのことは言わんときいや、でも地場産品のみに限定せよというこれに関しては今どのように考えますか？これはあなたところの地場産品ではないですよということを法律縛るというのはあの中央分権に逆行してるんじゃないのかなと強く思いますので、これはまああの三木さんの人としてはまあ取り戻すことができないかなと。対象から発注された場合って三木さんさんに寄付したら、はい、控除受けられないんですか？だから来年はもうふるさと納税から撤退というのがあります。なるほど。多少から外されても自分たちの考えは最後までこう貫かせていただこうと、自分たちは間違っていない、間違っているのは総務省だと。